どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラブの薄レレウクレレガズモデルと初めてウクレレコンサートモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。ちょっとその前に2つお知らせです。1個目、2年ぶりにガズレレイベント開催です。8月18日仙台、これ夏休み期間中ですよ。仙台に牛タンツアーと一緒に来ませんか。9月2日は名古屋で開催です。9月の9日の東京と10月21日の大阪は Thank you very much、ソールドアウトです。ありがとうございます。はい、その次ちょっと先ですけど11月2日横浜もございます。ぜひガズと一緒にワイワイしに来てください。ここにリンク貼っておきます。詳細は概要欄にも貼っておきます。あともう一点、この紫色のガズのウクレレの方が出たばっかりで、これ皆さんご活用していただいていると思うんですけど、こっちよろしくお願いします。それとガズがもう一個やってるピアノ YouTube チャンネル、ガズピアノあるんですよ。このね、今日即本も今予約受付中になりました。こっちもめちゃくちゃ面白いですよ。ガズピアノ鍵盤楽器やってみたいなと思う方、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、そんなこんなで今日もレッスン始めていきましょう。今日のレッスンは元気もりもりになっちゃうテーマソングを選んでおります。今日はね、いきますよ。これです。ドン！福山雅治さんの Hello！ この曲、元気いっぱいな、もうね、ノリノリロックチューンでございます。はい。これ歌ったらめっちゃ元気になりますからね。歌っていきましょう。夏にね、こう汗かいてガーッとこう歌いたい。いつものように2バージョンで取り組んでいきます。最初のバージョンは、初心者様でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンはね、今日はね、コードだから6個でできるんだな。はい。これは嬉しいやつでございます。皆さん、はい。大いにこれ初心者さんを楽しんで、ノリノリで歌っていきましょう。後半はかっこいいバージョン。このかっこいいバージョンはですね、いろんなリズム、面白いですよ。かなり脳トレになる要素が詰まっておりますので、ちょっと夢中になっちゃうやつだと思いますけど、2バージョン、ぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今までは音楽私できないです。もう不器用だからきっと無理とか言いながらもやりたいなと思っているそこの皆さん、すぐできます。もうちょっとしたらどなたでもどんな人でもあっという間に弾けちゃうガズレレのメソッドのレッスン動画のこのリンクをここら辺に貼り付けます。このリンク先にジャンプしてもらって上から順番に動画、YouTube 動画見ながらウクレレ触っていただくだけでも本当にあっという間にできますからね。さあ、それでは皆さんここからですよ。始まります。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、もうね、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1800曲、もういや、もう1900曲ぐらいあると思います。2000曲近くのね、テーマソングがそこに揃っております。いっぱいあるんで探すのね、大変かもしれませんので、一個の例ですけど、大好きでやってみたい曲、スペースガズレレという感じで、YouTube の中で検索してみてもらうと結構出てくると思いますよ。はい。さあ、それでは今日のね、レッスンスタートしていきましょう。福山雅治さんの Hello！ まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方から、やってみます。 1,2,3,4
せーの、福山雅治さんのハローガズレレシピ、超シンプル簡単バージョンやってみます。さあ、これはですね、今のシンプル簡単バージョンでもかなりこう乗り気が出せるというかね、ダン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 ってこう体中でね、こうパワフルにリズムを刻んでいくとね、かなりあの元気なムード出ると思いますので、やってみてください。今ね、聞いていただいて分かったと思うんですけど、これもね、あのショートカットアレンジバージョンです。主に2番をね、ショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、ちょっとまずはガズレレバージョンで練習していただいて、そっちね、一応全部のね、コンテンツが入ってるんです、今のに。で、慣れてきたら2番、1番のコード進行と一緒ですので、こう書き加えてオリジナルの楽譜とか作って練習して、していただくのもすごくおすすめでございますが、まずはひとまずはね、今のガズレレバージョンでこう基本のところを掴んでいってください。ガズのね、動画には歌詞とコードが出てますから、まずはこれで練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としては、ガズレレの動画と一緒になんとか演奏できるようになったというのをゴール設定にしましょう。これでもね、歌はね、簡単だと思っているとですね、侮れないですよ。こうリズム通りに行くとリズム結構早いですからね、乗り遅れないようにこうちょっとこう意識して前のめりな感じで行くのは結構面白くもあり楽しいところでもございます。はい。で、一緒に歌えるようになりましたという方はおめでとうございます。そしたらどんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して、音楽を演奏、音楽をアウトプットする、これをやってほしいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するっていうのは難しいですからね。最初のうちは楽譜的なものを見て、何回もゆっくりで練習して、体にも落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって大空に向かってですね、恋が走り出して歌いたいと思うんですけどね。はい。でもまず最初はやっぱり楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のね、ガズの演奏はこのいつもガズのノートに書いてある手書きのこのノートを見て今演奏していったんですね。はい。もうちょっとしたらこんな風に大きくカメラに映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですよね。でもその前に一個紹介させてください。これガズクラブ。このガズクラブっていうのはめちゃくちゃすごいいいサービスなんです。一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の福山雅治さんのハローを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なストックの、もう世界中のあらゆる音楽ジャンルの曲が、毎月5曲皆さんのお手元にね、お選びいただいてダウンロードできるということです。この憧れの曲やってみたい、これ私にできるかなって感じで選んでいただいて5曲、デジタルデータとして即座にお手元に届きます。ダウンロードできます。はい。これぜひね、めちゃくちゃ便利なサービスで、これ、この楽譜って当然ながら全部ガズレレ YouTube の動画にね、ぴっちりリンクしてますからね。これをご活用していただいてね、もうすぐに、ね、練習入っていきましょう。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。で、ちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して、毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で、質問もし放題です、そのチャットでね。はい。こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね、動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね、押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してる、できるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとね、ラジオ配信をしてるんですよ、ガズって。毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称して、ガズが毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもただでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあ、それでは楽譜の方を見ていきましょう。ハロー、福山雅治さんです。見てください。丸1って書いてあるってことは、はい、丸2があります。結構ボリュームありますよ、これ。はい。まずイントロから見ていきましょう。これちょっとね、このブロック数を確認してください。まずここの1234ブロック、1234ブロック後に、F で2ブロック足されてますね。これがちょっとね、キーポイントで。あとこの矢印マークは、これかっこいいバージョンで、ここにシンコペーションを打ってリズムがズコッと前に食い込んでくるよという感じで、弾いていこうと思います。で、これ弾き分けがあってですね、かっこいいバージョンはここは8ビート。ここから8ビートのチャンみたいな感じでやる。これ後で解説していきます。シンプル簡単バージョンはこのまま弾いていきましたと。で、これ A メロです。
ですね、コード進行めちゃシンプル、 C と G7 と F ですね。これ嬉しいやつですよ。はいはい、こんな感じでね、今カメラに映しておくんで、お時間ある方は一時停止して、メモ書きしてですね、ノートとかにゆっくり練習スタートしてください。で、おすすめはさっき紹介させてもらったガズクラブで、このノートのデジタルデータをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴を言ってきますと、見てください。はい。そんなはずはないさって書いてあるんですけど、この前にこの V の字が入ってあったり、この点が書いてあるんですね。これがリズムのガイドになります。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ん？休符が一回入る。そんなはずはないさ。はい、ここの胃の上と歯の上に点があるでしょ。そんなはずはないさ。それはわかって。こんな感じで、この点のところにリズムが来たり、コードをチェンジするポイントがあるということですね。あとはですね、歌詞カードには出てこない、このね、伸ばすところ。こういうのがめちゃくちゃ参考になるんですよ。このガズレレのノートはいろんなことで参考になるんで、ダウンロードしてガズクラブ入っていただくのもおすすめでございますが、時間ある方はメモっていってください。はい、一時停止でどうぞ。まずは A メロ1番。OK。はい。で、ここ B メロですね。で、ここもちょっとタトタタと書いてあるけど、あ、ここもね、ちょっとコード進行変わってます。下にくるっと囲ってるの、かっこいいバージョンでここ決めとかコード進行変わるよってことで、これ後で解説していきますからね。はい。今のは上の段をゆっくりやってきましたと。はい。なっております。B メロから今度サビに行きます。はい。サビですね。はい。恋が走り、はい。で、ここまあ一応サビのな、継続なんですけど、一応星マークにしておきました。はい。ここもね、すごくいいメロディーで、皆さんね、お耳に馴染みがある、本当に素敵なメロディーでございます。はい。ここにも、こう、ツタタツタタとか、キメがあります。これ、かっこいいバージョンではこういうのもやっていきます。はい。で、ここも見てもらうと、シンコペーション、もう矢印の応酬。これもかっこいいバージョン、かっこいいですよ、ここは。はい、やってみましょう。ここ、伸ばすは伸ばすですね。で、ここ、感想として、この、イントロと同じで、C と G7 と F を、これ4回繰り返しますね。はい。やったら、今度、本当はここ2番が始まるんですけれども、そこはショートカットバージョンにさせていただいて、ブリッジパートというかですね、ちょっとおとなしくなるサビのところ。はい。これが一応ブリッジパート。恋が走り出したら、これ伸ばすところですね。これがまたね、伸ばす中だけでもね、世界観が作れるんでいいと思います。こんな感じでいって、またここ、ラストのサビ。誰にも負けたくない。はい、ラストのサビの方に入っていって、で、最後さっきと同じ星パートのところですね。ここをやって、最後、きっと、君と、というふうにエンディングを使って終わったという。あのね、コードはすごく簡単なんですね。すごく疾走感満載なんで、結構ボリューム、楽譜はあるんですけど、時間はね、そんなにかからないというか、まあまあ、そんなような、テンポのね、このワンブロックの、ノリがいい曲なんで、そんな感じの仕上がりになっております。さあ、出てくるコード見ていきましょう。今日は嬉しいですよ。コード6個なんですけど、入門コードです。言っていきます。CAm、FDm、G7Em7。今映ってるこの6個は、ガズレレではめちゃくちゃ簡単入門コードでございます。嬉しいやつ。はい、これ、ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードとは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたいなと思う方に一番最初に覚えてもらいたい。10個の入門コードのグループです。でも10個も覚えないといけないのかなと思うかもしれないけど、これ入門コードなんで押さえるのめちゃくちゃ簡単なんですよ、どれも。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと、ごちゃごちゃになっちゃうぜ、頭が。そこで私が皆さんに、頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。このリンク先、必見でございます。楽しくコード10個覚えていきましょう。今日はそのうち6個が出てくるんで、比較的これ初心者様でも演奏簡単だと思いますが、やっぱり歌ですよね。これ歌はですね、シンプルなロックっぽいんですけど、ちょっとね、やっぱり、言葉のタイミングとか、言葉のね、ドライブ感とか、これ結構要注目です。特に B メロのですね、後半の、叶わぬ夢数えてとか、2拍3連のリズムが出てきたり、この辺のね、結構通なところをこう感じながら、リズム感、この上、疾走感ある曲って結構言葉でも、なんか前のめりのリズム感を出すっていうのがね、これがポイントになると思います。しっかり歌確認してね、かっこいいバージョンの方にチャレンジしてみてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはなんと、コード進行全く同じです。なんだけど、ワンブロックにコード4つ入ってきたり、キメが入ってきたりとかして、ちょっとね、だいぶ様相は変わってくるんですけど、ひとまずコード、新しいコードっていうのはなくて、さっきの6個のコードのままいきます。で、今日はやっぱり出てくるね、リズムですね。出てくるリズム、今日これです。ほい。8ビートと8ビートのチャ。これは8ビートのチャがメインなんですけど、8ビートはイントロだけでほんのちょっと使ってくるだけですね。あとはシンコペーションとカッティングです。はい。このリズムとしてはすごいシンプルなリズムですけど、これかっこいいバージョン、キメが入ってくるんでね、そこが深いとこだと思います。
今映ってるリズムはここにちょっとリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、そこ のリンク先にこの今映ってる全てのリズムの弾き方解説動画がアップロードされておりますので、じっくり見ておいてください。今日はちなみに8ビットとか8ビットチャっていうのはガズレレでも一番多く出てくる基本中の基本のね、かっこいいね、こうリズムがこう疾走感満載になるリズムなんで、ぜひこれマスターしてほしいなというふうに思います。8ビートっていうのはこんな感じ、8ビートのチャっていうのはちょっとこのチャッチャッ、この打楽器的要素が加わって、疾走感満載になるパワフルなリズムということでございます。はい、動画でちょっとねやったことない方はやってみてください。奥が深いですよ、こういうリズム。はい、ではそこでリズムを勉強していただいたということで、じゃあここからちょっとね深い解説の方に入っていこうと思います。まず今日このシンコペーションどんどん前に突っ込んでくるのが、まあなかなかいい感じで応酬で入ってきますから、まずイントロから入ってきます。行ってみましょう。最初のイントロの出だしの4ブロックは普通の8ビートです。しかもここ優しめに弾くのがポイント。いきます。こんな感じ。せーの、3、はい。ダンダラダラダドーンドン。はい。このド F の前で矢印が書いてある。ここでリズムが前にドーンと食い込んだでしょ。ダンダラダ、ここでドーン。はい。アップでリズムが入る。これがシンコペーションです。で、今日ね、これポイントがあって、今のこれ見てもらうと CG7F。この8ビートのやるところで一番 F だけ、ここからもう8ビートでチャが入る勢いを増す感じがいいんですよ。ちょっとイントロ通しでやってみますね。1、2、3、4。ここは優しく弾く。で、次のこの F からチャパーンだ。ここから勢いよく。イントロですね。2ブロック F で2つ追加されてますんで、ここはちょっと間を取って、その後にそんなはずはないさ、 A メロを全部シンコペーションです。そんなはずはないさ、今の分かった？それは分かった。ここ、はい、こんな感じでシンコペーション、イントロと同じ流れでこのドライブ感満載のシンコペーション入りの8ビートのチャで、これがかっこいいですよね。で、8ビートのチャで、シンコペーションでこのロックっぽい感じでね、疾走感満載のやつでやると何が起こるかっていうとですね、めっちゃ速くなっちゃいがちです。シンコペーションって前にゴーンと食い込んでくるから、それにつられてですね、どん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 自分も前のめりになっちゃってね、前のめり風に聞こえるのはいいけど、本当に前のめりになっちゃってリズムが速くなっちゃうんですよ。そこは十分エンジンブレーキをかけながらやってもらうのがいいと思います。で、A メロをそんな感じで続けていただいて、A メロの一番最後に決めが入ります。ため息で塗り替えられたからやってみましょう。A メロの一番最後ね。せーの。ため息で塗り替えられた週末の日。はい、今ね、F、F、F、A マイナー。一回 A マイナーを入れる決めです。週末の予定。ここで、今のアップで一回 A マイナーのシンコペーションで、リズムがアップで A マイナーですね。週末の予定。ここで、はい、ここちょっとね、気持ちがいい決めになるんで、もし余裕出てきたらこの A マイナー入りのちょっと細かいですけど決め、シンコペーションの決めやってみてください。そしてですね、 B メロなんですけど、 B メロの最後の方で今日一番ちょっとスケールの大きい決め的なものが入ってくるかなと思います。かまかなわぬ夢数えて、 B メロの後半からやってみましょう。せーの、かなわぬ夢数えて、ここですよ。眠れない夜、はい、今の眠れない夜っていうところで2拍3連というリズムで、眠れない夜、はい、ダン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 、これかっこいいでしょ。これ歌と合わせると結構簡単だと思います。2拍の中に3連入るということです。眠れないよ、眠れないよが眠れない、これこういうの2拍3連って言うんですけど、ちょっとこう溜めるような感じですね。叶わぬ夢数えて、眠れないよ、はい、今のところカッティングといって、左手見てください。左手で音が止まってます。はい、これね、弦を弾いて左手でこうパッとこう弦触ると音止まるでしょ。これを一瞬にしてやってるんですよね。これをカッティングと言います。これで2拍3連でダッ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 で、 G7 ではチャッタタタタタって書いてあるでしょ。これは最初にチャを弾いて8ビートのタタ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 、よくガズレレではこうやってつなぎのね、おかずっていうのが出てくるんです。これをミックスさせた決めですね。もう一回、かなわぬ夢からゆっくりめで、せーの、かなわぬ夢数えて、ここできますよ。入っていきます。
います。ここすごくかっこいいんでね、やってみてください。でサビの中でもおなじみ、これは聞き覚えがある。恋が走り出し、次ツタタツタタ、これも簡単ですよ。チャーを最初にやって、チャッタッタチャッタッタ、はい、これかなりね、あのサビで聞いたことあるんで、これは再現していきましょう。これはね結構簡単な決めだと思う。チャッタッタチャッタッタ、さっきのシャをやってダカダカっていうのコードが変わるパターンですね。途中 F から Em7 に変わっていきます。はい、その後も、また星マークっていうところにとこ行くんですけど、この後出てくる君と映画を通過まえるのさというところですね。ここのところでもね、このシンコペーションの応酬なんです。この楽譜見てください、すごいやばいでしょこれ。ちょっとここやってますね。 1,2,3,4 君と映画通過まえる、これ全部シンコペーション。もう一回ゆっくりやると、君と笑顔つかまえるのさ、はい、でもこれ言葉と一緒に考えると簡単かも。最初君と絵で、絵で Em7、 笑顔つで F ガマ、また G7、 ここで、言葉とで一緒にシンコペーションするといいかも。君と笑顔つかまえるのさ、はい、こうやって考えると簡単かもしれません。はい、ここはちょっと決めっていうか、シンコペーションのね、もうあの応酬で決めっぽく聞こえちゃうんですけど、はい、やってみてください。そしてですね、そのまま感想を言って、あとはですね、基本的にはもうずっと繰り返しですね。そういう意味ではですね、結構かなりシンプルです。コードもあの入門コード6個だし、その決めは出てくるは出てくるんですけど、1個のこのシンコペーションのパターンみたいなものを掴んでしまうと、あとリズムキープは問題になりますけどね、あの今のところ何回か練習してもらって、このタイミングとかこの感覚を掴んでもらうとですね、この曲は結構あのすぐマスターできるというふうに思います。やっぱりでも全体的にこう疾走感というか躍動感というかパワフルな感じがあった方がいいんですけど、早くなりすぎないようにしないとっていうのがやっぱ、キーポイントかなというふうに思いますね。はい、あとはサビのツッタッタッツッタッタって気持ちがいいんで、あそこはねもう何とも言えないドライブ感の中での決めっていうのがあるんでね、そんなところも、気持ち良い演奏をちょっとね、あの自分で演奏しながら体験していってください。あとはもちろんこの歌詞の持つメッセージですね。なんか最初の A メロの始まり方ってなんかいろいろなんか仕事が入ってうまくいかないなみたいなところが始まるっていうのはなんかこう親近感が持てるなと。いろいろこう世界観、あとねこれ福山さんの当時のプロモーションビデオのね、なんかもうやっぱ若いねですよね、かなりね、あのなんかあの感じの福山さんのこうイメージを持ってまた演奏するっていうのはまたね面白い感覚かなというふうに思います。はい、なんでこう演奏面とこう曲の中身のそれやっぱ2つ合わさるときに弾き語りのすごい輝きが増す時だと思いますので、はい、これバランスが大事ですよ。やっていきましょう。じゃあ福山雅治さんの Hello ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4僕は止まらない。
さんのハローガズレレのかっこいいバージョンやってみました。いやー気持ちがいいというか、もうスカッとしますね。なんかこう8ビートのね、こうノリノリのね、感じでね、あのなんかこうなんていうのかな、気持ちが良かった。ほんと突き抜ける感じですね。暑い夏にこの曲なんかこう汗ばみながら演奏するのも楽しいと思います。ぜひやってみてください。さあ皆さん、お知らせでございます。冒頭にもお伝えしましたけど、はい、イベント開催ですよ。8月18日もうあと少しですからね、仙台ぜひ皆さんあのお越しくださいね。夏休み中ですしね。9月の2日は名古屋です。はい、これが G ラボウクレレのねお膝元ですからね。もう G ラボのウクレレの展示もたくさんあります。で9月の9日から10月21日はソールドアウト、本当にありがとうございます。ちょっと先ですけど2日、11月2日は横浜でも開催です。どこかの会場ぜひともあの皆さんお会いできればなと。楽しくね、音楽やもうねガズレレ知らない方でもめっちゃ楽しめるコンテンツが山盛りですからね。ぜひぜひあのよろしくお願いします。あとさっきも言いましたけど、あのこの紫色のガズレレのリットミュージックの本が出たばっかりっていうのと、もう一個、はい、これですよ。ガズピアノ、もう一個やってる鍵盤楽器の初心者のね、めちゃくちゃ面白い YouTube チャンネル、ガズピアノっていうのやってるんですけど、そこの教則本も今予約受付になりましたからね、こっちの方も合わせてよろしくお願いします。皆さんこれ入ってますか？ガズレシピという、アプリがあるんですよ。ガズレレの、ガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とかあのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。でこれはこの度新しい曲また40曲追加されてかなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載っている、またねオリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。 Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ.com、このホームページを見てくださるといろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、ウクレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方で、あっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。